ここあった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 ヒーローモードで5ステージのスライドレールとうまい棒みたいなやつで、うまい棒がないところ、過去スライドレールだけで北斎でバシャバシャしていたら蛍姉さんがにゃ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 と言います。噂調査お願いしますということなので、ここですね、おいでませタコパークフライハイイカフライというところで北斎か、これかシャ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 お、うん、してない。これでやったら蛍姉さんが何か言ってくれるみたいですね。でそれとミステリーファイル、ここまだ取ってないんで探していきましょう。行くぜ。はい、来ました。スライドレールだけのところで北斎でバシャバシャか。 OK、 とりあえずはヤッホー、どこにあるかな、あれをミステリーファイルを探しながら行きましょう。これだいぶ早いな。ちゃ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 、いくらかかった、ピョーン。あそこ怪しいね、あそこ絶対怪しいぞ。シャ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 ン、この上どうやって行くんだろう。このレールに乗って、いや待ってよ、もうそろそろ、バシャバシャしてみようか。何も言わんな。バシャ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 。おう、ウェイウェイウェイ。あ、ここ普通に来れたわ。スライドレールだけで北斎でバシャバシャ。うまい棒ってなんだ？うまい棒あった？曲がったスライドレール上では無理にジャンプせんよ。おお。シュ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 。危ない。この辺見逃したらダメだ。こういう、お、隠されたスライ、ライドレールでしね。乗ってみるでし。あったぞ。あ、落ちた。隠しライドレール。ねいやー、オッケー。アーマー発見、オッケー。ここのステージのベースライン結構好きだね。リードリードリード。ラララララ。なんもないな。ここ怪しい。こういうね、角とかにあったりするんですよ。わ、なさそう。これただ登ってくるだけか。あれ、これうまい棒だな。平行ライドレール。シュイン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 。ショーケー。華麗な身のこなし、お見事。これは？こっち買うか。違うね。チケットですね、今ね。で、あの上乗れる？ここかな？ここでちょっとバシャバシャしてみましょうか。バシャ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 。バシャ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 。特に何も。それでいい。オーケー。ん？で、ここは隠し台詞ありましたね、以前。あそこのインクを、に飛びついたらね。無茶するタイプみたいな感じのやつがあったと思うんですけど、ここかな？ここでバシャバシャしてみましょうか。バシャシャシャ。バシャシャシャ。ひょう。ひょう。オッケー。バシャ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 。ララララライ。この辺りの箱も怪しいよね。箱は全部壊していきましょう。合ってない。合ってない。
どこだ？隠し台詞もよくわかんないな。北斎だけでバシャバシャ。風を感じるね。あれは多分全部の武器で言っとったはずなんだよな。レールの行き先に注意して進もう。そうだな。こっちでいいんじゃない？あーはは。敵多いよ、注意。ほんとだ、いっぱいおる。あっちにもおるんじゃない？おらんのかーい。よし、帰るか。とりあえず、帰りまして。あそこのね、あれ怪しいよね。この、これ。なんもないかい。こう。よし。チャリンチャリンチャリン。チャリン。これじゃない？あ、いりこか。ちょー。最終チェックポイントに来ちゃった。あれ？あったかな？よく見てみましょうね。あった？これ全部壊すとか。あははは、これ、そんなはずは、ないよな。敵を発見。ララララライ。ララララライ。はい。ライライライ。よっしゃい。ライ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 。待ってね待ってね。ここら辺どっかにあるんかな。この下にどっか降りれるとこあったりする？あ、これも早いんだ。シューン。なーいなー。インクなくなっちゃった。ミステリーファイルを今探しております。隠し台詞はちょっと場所がよくわかんないよ。で、この上に、行くでしょ？上参りまーす。ここ？あったー！あったよ！あはは。勢いで飛んでしまった。これシャンパンだな。降りるか。こう降りよう。うわあ、ほん。バシャシャシャーン。この風船全部壊したらなんかあるかな？セリフとか。兄さんがなんか言ってくれそう。な気はするんだけど、なっしん。オッケー、もう場所は分かったね。あれを取るだけじゃ。あらららら、らら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 い。結構、ブラシ系も楽しいな。シャ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 イ、オッケー。上回ります。シャ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 イ、オッケー。シャ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 イ。シャシャシャ、おらー、オッケー。取れた。ひょい。よいしょ。うじゃい。ここでつい間違えてやっちゃったんだよね。行こう。隠しデルフは分からんかったなぁ。よし、でもミステリーファイル見つかったけ、よしとしよう。じゃ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 ん。でもあんな簡単なとこを見逃しとるんだな。まあ見つけてないもんね。奇抜な髪型の若者による成功談を語った記事のようだ。座ってるだけで年商1億ゲソ稼ぐ方法、実践形式で。こんな怪しげな話に乗るやつがいるのだろうか。これは、あ、ダウニーだな、あれ。なるほど、なるほど。ゲソとパソコンと木と、あ、なんだろうな。で、スーパーサザエとかね。あ、なるほど、なるほど。1億ゲソ稼いだのか。やるな。あの、ワンの時ってあれだったんですよね、多分。
スーパーサザエとかお金とかでダウニーさんがね、いろいろやってくれてたんで、多分それのことですよね。はい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 。あ、これでね、ダウニーの絵が描いてある。似とるっちゃ似とるね。オッケー。あ、で、スーパーサザエね。はいはいはい。なるほど。あ、4持ってなかったんじゃ。なるほど。あー、これ、なるほど。姫ちゃんの絵だな。あで、タコの絵。これは、ブキチ。ふふ。足がいいのね。なるほど。オッケー。ありがとうございます。ちょっと隠しゼリフはよくわかりませんでした。もしかしたら風を感じるね、エアリーっていうところだったと思うんですが、あれね、確か他の武器でも言ってたんで、まあ隠しゼリフではないかなと思ったので、あえて取り立てしはしませんでしたけれども、よろしくお願いします。スプラトゥーン噂調査団&ミステリーハンターではですね、今回のように、小ネタを募集をしております。そして、ヒーローモードのね、今ミステリーファイルを集める感じでやっておりますので、もしね、ヒーローモードのミステリーファイルの場所、知ってるよ、または知らないよっていう声もいただければ、探しに行きますので、よろしくお願いします。知らないよの方がいいかもしれないね。ここのやつを教えてくださいって言われたら、そこを探しに行ったりするんで。で、知ってるよ、おー、姉さん。知ってるよっていう方は、あんまり直接的じゃないヒントをいただけると、嬉しいです。まあ、順番にね、順番に探していこうとは思ってますので、よろしくお願いします。じゃあ、次回も見てやってください。よよよよん。よし。じゃあね、バイバイ。チャンネル登録、よろしくお願いします。サブサブチャンネルも始まりましたので、そっちもよろしくお願いします。じゃあねー、バイバイ。